田邊教授が女性の教育は急務だと言ったのはどのように捉えたらいいのでしょうか。この最近の田邊教授の言動を見る限り、いい意味で捉えることができない。田邊教授が不気味でならないです。万太郎と田邊教授、いつか戦う時が来るのでしょうか。万太郎が寿恵子を迎えに行くはずが、寿恵子が迎えに来てしまったというオチ。それでよか。来週は結婚に向けて突っ走るのでしょうか。高藤は今週腕退場でいいのかな。このタイミングでプレミアムトークに出演した竹尾も来週からも出るよね。でもこのままだと3人で所帯を持つことになってしまうので、竹尾は邪魔なのですよね。お金だけ入れてくれればいいという、そんな関係は悲しすぎるし、万太郎と竹尾がそんな関係になるはずがない。でも、実際はそうなっちゃっているのはどうするのでしょう？植物学者を名乗ったからといって、お金が入ってくるわけではないし、でも、きっとどこからか入ってくるようになるのでしょうね。それが、峰屋じゃないことだけ祈ります。